昭和町通り停留場は、長崎県長崎市中園町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場。駅番号は 13A。1号系統、2号系統、3号系統の赤、浅間方面行きのみが停車する。表記は、昭和町通りとも。昭和町通り停留場が開業したのは1960年。当初は、赤浅間方面行きのホームと長崎駅。 前方面行きのホームが横断歩道橋によって接続されていた。その歩道橋は1998年、付近にある国道206号住吉交差点の渋滞緩和のための拡幅工事に合わせて撤去。この時、長崎電気軌道の停留場の統廃合も行われ、東停留場の長崎駅前方面行きの乗り場が廃止された。赤波佐間方面行きの乗り場も一旦撤去されたが、 こちらは休止でありの地に北へと移設した上で復活。以降あたり停留場は赤はさ方面行きの列車のみが停車する停留場となっている。なお、長崎駅前方面行きの乗り場の廃止に合わせて、東停留場の隣には新たに、首都瀬町停留場が開業している。昭和町通り停留場は、平洋軌道区間にあり、道路上にホームがある。 ホームは赤挟ま方面行きの一面のみで、軌道の片側に置かれる。ホーム幅は1.6メートルと車椅子の利用にも余裕を持たせ、また道路とはスロープで連絡するなど、バリアフリーを考慮した作りとなっている。長崎駅前方面行きのホームがあった頃は、交差点を挟んで互いのホームが離れていて、両ホームは横断歩道橋で結ばれていた。 長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。二つ先が終点の赤挟ま停留場であるため、東停留場から乗車する人は非常に少なく、降車客がほとんどである。長崎バス、県営バスの住吉バス停留所がある。滑石、都議津、万日市、近海、再開市方面の乗り場はやや北にあり、隣の住吉停留場に近い。 ABCDE でんぐり、アンド宮川2000、ピアニッシモ45、4546、ABCD でんくり2005、P59、ABCDE、渋滞の解消へ、電停を統廃合長崎市の路面電車。朝日新聞、ABC 今を2009、P57、七百年市、P130、ABC 川島2013、P44、四百年市、P124、 ありがとうございます。